はい、上村康介です。食品の製造販売の会社をやってます。入学したきっかけはですね、20代の頃に今やってた会社が行き詰まったというか、ニッチもサッチも行かないような状態に一度なったんですよね。大前学長のコラム記事が目に留まったんですよね。本当にこう必要なのは生きる姿勢だっていう、自分がやろうとしてること、自分が持てる志、そういったものに対してどれだけ真剣に毎日取り組んで生きてるかっていうのは人間は一番大事だ。ものすごくそれは僕にとってはね、背中を押してくれたような記事だったんです。僕がこう抱えてた、自分はこういうものを身につけないといけない、経営というものを体系的に学んでおかないといけない、でまさに僕の背中をあの時こう押してくれた大前学長がビジネスブレイクスルー大学っていうのをやってるって聞いて、これしかないって、ここで入学しなかったら何もないだろうっていう、まさにこう運命の出会いっていう感じでしたよね。最初の1年生の時っていうのは受ける刺激っていうか、その学ぶこと全てがこういうことだったのかと、こういうことも知らなかったなっていうことばっかりで、その1年間が一番いろいろ吸収して考え方も身についたっていう感じなんですけど、問題解決っていう講義の中では全ての出来事には理由があって、なぜこうなってるのかっていうことをきちんとね、自分で細かく見ていけば、分析していけばですね、必ずその解決できないことはないっていう、そういった考え方も身につきました。ロジックで自分の頭でこういろいろ考えれるようになりましたね。ここからこうビジネスがすごく先がこう明るくなったというか、よくこれ言うんですけど、将来に対してあんまり怖いものがなくなったんですよ。どの環境であっても、どういった環境になっても適応したやり方っていうのは自分でやっていけばね、そう怖いことはないと。 BBT はね、よくはいい人と出会いましたと多いと思うんですよ。友達30人いたら20人は BBT の人なんですよ。年齢、性別、職種もう多種多様で、本当にこうフラットな関係で付き合える人たちで、お互いがこうリスペクトしてね、これが僕はもう最高に心地よくて、会社経営っていうことを別にしても僕の人生にこれ以上ない厚みを、豊かさを出してくれてるなと思うんですよ。いろんな考え方とかスキルが身につく以外に、人間関係がうんと充実するんで、そこはすごくいいものだと思いますね。ちょっと手厳しいことを言うかもしれませんが、そこに席を置いて授業をこう受けているだけで力がつくような、やっぱりそういう甘いものではないです。20代の時に会社の経営ですごく苦しい思いをしたと、苦い思いをした、で自分にはもうこれが必要だと、これをここで身につけないと自分の人生はすごく惨めなものになるっていう覚悟でやっぱり入ったんですよね。だからこう思いっきりいろんなことを吸収できたし、自分の成長にはつながったと思ってるんです。これから会社を経営してみたいとか、大きな会社に雇われてなんとなくこう自分主体でない人生をつまらないなって思ってる人は、やっぱり BBT に一度こう触れてみてほしいなと思うんですよね。本当にこう自分が主体性を持ってここでいろいろと身につければ人生は開けてくる、高い山にこう登れる気がしてきますしね、そういう方法っていうのも少しずつ分かってくると思うので、実感してほしいなと思います。 BBT に入ったのはまあ10年前です。会社の規模でいうと従業員は2倍、売り上げは3倍、当時ですね小学2年生だったうちの子供も今度の春から大学生になりまして、あの時だから BBT に入ってなかったら、ひょっとしたら僕の人生はこうもっと惨めなものになってたかもしれないんですけど、おかげでですね、家内安全で全員ベリーハッピーで、会社の従業員も不安なく仕事はできてましてね、今も売り上げは右肩上がりできてますので、僕の人生はこう BBT のおかげですごくこう希望が見えているっていう、そういう状態ですね。